ジャイシング2世は、北インドのラージャスターン地方、アンベール王国の君主。ムガル帝国の政治家、武将でもある。サワインジャイシングとも呼ばれる。彼は18世紀における最も際立ったラージプートの王であり、また優れた政治家、立法者、改革者、科学者でもあった。1727年に王国の首都をアンベールからジャイプルへと遷都し、 そこに展望台なども建築したことでもよく知られている。ジャイシング2世1688年12月3日、アンベール王国の君主ビシャンシングの息子として生まれた。1699年12月31日、父のアンベール王、ビシャンシングが死亡し、ジャイシングがジャイシング2世とした王位を継承した。ジャイシング2世は即位後、マラーター王国と戦うために、 デカン戦争に参加し、1701年8月3日には、ブルハーアンプルに到着した。だが、そこで浮きに直面し、抗軍できなくなった。1702年、ジャイシング2世は、ケールナーの包囲に尽力したことを報いられ、サワーアイイの称号を与えられた。1704年、ジャイシング2世は、皇帝、アウラングゼーブの孫ビーダールバフトの代理として、 マールは地方の統治を委ねられた。だが、アウラングゼーブによって、この決定は取り消された。1707年3月、アウラングゼーブが死亡すると、ジャイシング2世は、様々な問題に巻き込まれた。彼の支持者、ビーダール・バフトとその父、アーザム・シャーが、対立候補のバハーデル・シャー1世に殺害されたので、ある。バハーデル・シャー一世は、 アンベール王国に対する支配を強化しようとし、ジャイシング2世に変えて、弟のビジャイシングを君主の座に据えようとさえした。ジャイシング2世はこれに対し、マールアール王国とメーバール王国と同盟を結んで対抗し、帝国の勢力をラージャスターンから放逐した。後、ジャイシング2世は、バハーズルシャー一世と交和したが、要求した大主職は認められなかった。 1712年、バハードゥルシャー一世の死後、息子のジャハーンガールシャーが即位すると、最小ズルフィカールハーンは、ヒンドゥー教徒を改従しようとした。そのため、ジャイシング二世は、アーグラとマールワーの大使に任命された。また、この時、ミールザーラージャ・サワーイーの称号も授けられた。ジャイシング二世は、アーグラにおいて、新調する、ジャート勢力との紛争に巻き込まれた。 ジャート勢力を率いていたのは、バラトップルに拠点を持つチューラーマンであった。ジャイシング二世は、ムガル帝国から、莫大な資金とメーワール、マールワール、コーターからの援軍を得た後、1716年にトゥーンの城塞を包囲した。この年の占領後、周辺の小さな城塞は占領あるいは破壊され、アーグラ周辺の支配を固めた。 ジャイシング二世は本国における統治も欠かさず、1727年11月に首都アンベールからジャイプルへと遷都した。ジャイプルはジャイシング二世の名を冠した勝利の都市を意味する都市でもある。科学的な原則に則っ,って建設された新都、ジャイプルは科学と芸術の都市として発展した。マールワ方面ではアウラングゼーブの死後にマラウター勢力が伸長し、 大使たる、ジャイシング二世はこれに対抗していた。だが、1737年12月に、ボーパールの戦いで、ムガル帝国の軍勢が、マラーター軍に大敗北を起死した。翌1738年1月に、ボーパール条約を締結して、マールアーを活上した。1743年9月21日、ジャイシング二世は、ジャイプルで死亡した。死後、 息子のイーシュバリー・シングが王位を継承した。ジャイプルのジャンタル・マンタル・デリーのジャンタル・マンタル・ジャイシング2世は優れた科学者であった。当時のインドでは科学技術はその更新性が目立ったが、彼の科学技術はヨーロッパ世界にも劣らないものがあった。ジャイシング2世は1727年にアンウェールからジャイプルへと戦としたが、その都市を科学的な都市とした。 ジャイプルは広い街路は交差するように配置されるなど徹底した科学的な原則に則っ,って建設された都市であった。ジャイシング二世はとても優れた天文学者であり、彼はジャイプルに最新機器を持つ天文台ジャンタルマンタルを建設した。それのみならず、テートデリー、ウッチャイン、バーラーナシー、マプラーなどにもジャンタルマンタルを建設した。なお、 これらの危機には彼自身の設計によるものもあった。ジャイシング2世の天文学的観測は当時としてはかなり正確であり、その観測の助けとなったのは当時の皇帝ムハンマド・シャーの名を取った、ジズ・ムハンマド・シャーヒーと名付けた計算表であった。また、ジャイシング2世は海外の書物にも興味を持ち、エウクレーデスの幾何学原本や三角形に関する書物、 大数の発明者、ネイピアの作図と利用に関する書物をヨーロッパ人から購入し、それをサンスクリット語に翻訳した。ジャイシング2世は改革者としても名の知れた人物であり、その知性の間にいくつかの社会改革を行った。その中でも長く続いたラージプートの娘らが結婚する際の散財、女子のエイジを殺害するといった慣習を、 廃止させるように立法を施行しようと試みた。また、ジャイシング二世は、ジュン氏であるさ、T の悪臭にも、その撤廃に尽力したことで知られる。サーカー、ジャドノット、エイヒストリーオブジャイパー、ニューデリー、オリエントロングマン、ISBN 8 1 2 5 0 0 3 3 3 9ジョッティ、ゼロイヤルジャイパー、ローリーブックス。 ISBN8174361669 ティラトソン G ジャイパー生ペンギンブックスミキールシュワルツアブザーバトリアデアストローナミシャインストルーマンティンバンマハーラージャサワイジャイシンツーインニューデリージャイパージャイニーエヌベナーレスアムステルダムウェストラントユトレヒトハイポテクバンクありがとうございます